渡さないって言ったら殺されそう。ん？今の時間帯普通に人おるやん。ダメやん。ちょい待って。普通に人がおる。ということは、しばらくうろうろしとかないかんっていうことよね。何時ぐらいに閉まるん、ここ。夜中とは、何時ですか？あれかな？次の黒いところまでかな？へえ、でもそうやとしたら結構時間かかるってことかな？んじゃああれか？もう一個の依頼も受けといた方がええとかそういうことかな？お。チキンカレーを手に入れた。イェーイ。でもそんなとこに放置されてるチキンカレーとか絶対腐っとると思うけどね。そういうことじゃない？ね、思うよね。誰によるか知らんけども。ただいま。よし。え、今から夜中まで寝るとかそういう選択肢はないよね。間違えた。夜まで寝る。夜までってあるけど、なんか違っとったら怖いけんやめとこうかな。さっきなんか映らんかった？ほら。ねえ、一瞬なんか映るよね。何これ。何が映っとん？え？ねえ、なんか動きよんやけど。え？なんかおるん？え？なんかいるんですけど、誰？え？なに？宇宙人？ USO を見つけた。何こいつ？え？何こいつ？家におるんやけど、なんか。嘘。敵性生命体接近中。直ちに戦闘モードに切り替える。で、嘘。これあげちゃうよーん。USO、嘘。古びたコインを手に入れた。なんこいつ人んちに勝手におるん。嘘。え、ここ君んちなの？いやー、気づかなかったよ。で、嘘。いつ見つかるかなーって待ってました。マジかい。へー、なんか家の中に見知らぬ妖怪おったわ。ということは、この辺とかなんか調べよったらいろいろおるんやない？そんな妖怪だらけの家に住みたくないけどね。ね、恐ろしい。え、てかさ、これ建物の中におったら時間動かんとかそんなことない？ということで、ちょっと、もう一回夜まで寝てみよっか。夜まで寝る。これで次の日の夜までとかやったらどうしよう。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。さあ、どうよ。ん？なんか若干時間戻った気がするんだけど。あいつは？消えたじゃん。え、消えた。いつもいるわけじゃないってこと？へえ、あん時たまたまおっただけや。なるほどね。いつもおるんかと思った。じゃあ、ちょっと出てきます。あ、そうよ。出てきますじゃなくって。もう一個の依頼を受けたいんだよ、もう一個の依頼を。ね、時間若干戻った気がするってことは次の日ってことよね。ワープします。ペローン。どんだけ寝るんだこいつって思われそう、なんか。ね。ハクハク、もう一件は？アイラさん、こんばんは。探偵依頼をご確認くださいませ。じゃあこっちね。廃病院の秘密実験。秘密実験への協力を要請する実験内容は、ん？秘密実験への協力を要請する。実験内容は現場で説明しよう。とのことです。情報が少なくて、なんだか不気味ですね。でも受けるしか。このクエストを受けます。古いナビを取り消して、このクエストの目的地ナビを行いますか？あ、そっか、ナビ取り消す。受け取るは受け取ることになるんかな。まあ、いいや。ナビを開始しました。破れかぶれ院長はお忙しいようで、事務所には来られないそうです。ですので、お使い横丁にある廃病院に来てほしいとのことです。この時間に廃病院怖いな。
なんで廃病院なんかにいるだに？どう考えても怪しいだに。はいはい、いいから行くよ。お使い横丁。お使い横丁ってどこだっけ？こっちの方向やった。あ。あ。あ、あったあった、お使い横丁。あ、おお、危ねえ。救急車にはねられるところだったよ。廃病院、あれや。こんな入ってすぐのとこにあるんや。しかもでか。廃病院でか。え、ここ？こっちからは入れんの？なるほど。Cランクのじゃなかったら入れんわけだ、まず。ほらほら。まず敷地内に入ることすら許されないっていうことだね。怖っ。待ってました。この薄暗い雰囲気。テンション上がるー。困っただに。見るからに危ない場所だに。もう依頼なんか断って帰るだに。断らないし帰りません。だって秘密実験だよ。こんなワクワクすることって他にある？全くだに。はぁ、何があっても知らないだによ。もう音楽も怪しい。影村委員って言うんやね、ここ。お、なんかあるんやけど、受付の中やし。え？妖怪がうろついているじゃないか。あっちの方向に行くのか。なんかめっちゃ落書きだらけやし。よし。これは、ずるずるずるだよね。なに、どこ？この中？なるほど。てか思ったんやけどさ、今更ながら思ったんやけど、これって依頼を解決したらさ、また朝に戻るんじゃね？一回一回、クエスト解決みたいなのあるやん。それ終わったら、元に戻るんじゃね？うわ、超怖。先にこっち拾っとこ。真面目に生きるを手に入れた。真面目に生きてよ。なんか、妖怪いっぱい入っとんやけど、こん中。あ、こっちにもなんかある。マイニャンパーツ、ワンパクニャンの声を手に入れた。なにそれ？かわいいっぽい。あ、怖い。何者だ？私の研究室に入り込んだ奴は。ええー、依頼があったから来たのに。あなたが破れかぶれ委員長ですね。藤木探偵社のアイラです。あ、ああ、藤木探偵社の人か。いやいや、よく来てくれた。ご依頼お受けしに来ました。何からお手伝いすればよろしいですか？青葉に売ってるドクターラッパーを買ってきてくれ。ドクターラッパー？そんなの青葉に売ってたかな？専用の自販機が一つあるんだ。買ってきてくれるね。それ、ただのパシリじゃないだに？ちょっと！こら、失礼でしょう、サピョン。実験のために必要なんですよね。そうなんだよ。声がびっくりする、いちいち。ああ、あれがないと、落ち着いて実験ができなくてね。ますますやばそうな感じだに。それじゃあ、ドクターラッパーすぐに買ってきますね。よろしく頼むよ。早くしてくれよ。今持ってるやつじゃダメなの？持ってるよ、私。ドクターラッパーの専用自販機は青葉にある。頼むから、早く持ってきてくれ。あれ、持ってなかった私。そこのじゃないとダメとかいう、そういうのがある。そんなことないんだとしたら、ドクターラッパー、え、もしやない？え、もしやないっすか？あれ、持ってたつもりだったんだけどな。ああ、なんてことだ、使ってるよ、私。ということで、青葉にある、ドクターラッパーね、行ってきます。いや、恐ろしいな。こんなとこからもう一目散に逃げ出したい、私は。なぜこの子は楽しそうなんだ。てかもう委員長命令してさ、この辺の妖怪ちょっと、追っ払ってくれないかな。そしてこの、これは何？すごく気になるんだけど、ただの岩なの。別に何もなかったね。よし、それじゃあ、青葉。なかなか見つからんもんだな。
にあるのか本当にあるのか、この辺は。いや、ここの通りにもない。こっちは？お、ハンバーガーを手に入れた。そんだけか。ないぞ。ないぞ、ないぞ。じゃあこっちの方とか。この辺にない？あ、自販機いっぱいある。この辺の一つやな、絶対。おお、これじゃん。ドクターラッパーが出てきた。おっしゃー、手に入れたー。じゃあ帰るぞー。夜にこの依頼はダメだな。はい、到着。そして、誰やったっけ？やぶれかぶれ委員長。こっちじゃないわ。あの子って前にさ、スポーツクラブでなんか走り回りよった子やない？走り回りよったっていうか、走りよった子よね。よし。もうそっからピョンって降りてくれんかな、ピョンって。ショートカット、ショートカット。さあ、破れかぶれ委員長。めっちゃ探し回ったよ、私。まあ、実際行ってすぐのとこにあったのは私が見つけれんかったんやけどね。はい、ドクターラッパー。それを早く私に。どうするだに？渡す。渡さないって言ったら殺されそう。破れかぶれ委員長、ドクターラッパーをお持ちしました。おお、これだこれ。ドクターラッパーを手渡した。ぷはー、生き返るー。で、それどころではなかった。実験動物妖怪が逃げてしまったのだよ。動物なのか妖怪なのか。え？実験動物妖怪が？で、それを探せと。ところで、実験動物妖怪とは一体、そこよね。どうやら、実験に使われる妖怪らしいだにね。そのまんまじゃねえか。で、そのまま。とにかく、このレーダーであいつらの居場所がわかるはずだ。わかるんなら捕まえてこいよ。実験動物妖怪の居場所がわかるようになった。実験動物妖怪は全部で3匹だ。私は手術室を探すから、君は他の場所を頼むよ。あ、自分も探すんやね。一刻も早く捕まえてきてくれ。何？ってこれ、またパセリじゃないだに？ほんとよ、ほんとよ。人使いが荒いぞ。あ、おらんしもう。ふっ、早えな。で、どういう風に表示されとるって？まだわからんのか。ほい。あ、矢印で表示されるわけね。なるほど。破れかぶれ委員長は手術室を探すって言ったね。どこが手術室かわからんけど。あー、この中もチャリで移動したい。てか、だいぶ暗くなってきたな。ね。うわぁ、超恐ろしいんですけど、そこに寝おるやん。ね、君ちょっとそこ邪魔だから乗いてくれないかな。あ、全然大丈夫やった。ほら、超寝おるよ。こんなとこに実験動物妖怪が。キー、かわいい。なぜこの水場を選んだ？あ、普通にこうやって回収できるんや。ああ、ぶつかったし。だから邪魔だと言ったんだ。てんてこまい、かわいい。このお米をまき散らしよる感じ。え、全部私が見つけちゃうんじゃないの？ね。とりあえずこっち側。どこ？こっちから行かんといかんの？あれ？行けませんけど。マジかよ。ということは、ん？ここあかんし。どうやって開けるの？ここ。謎。こっちじゃなくって。え？塞がれてますけど。あ、こっち行けるわ。焦った、一瞬。で、あとは、こいつじゃないよね。ここだ。あ、こいつ、こいつ。実験動物妖怪、みーっけ。青ー。ん？青、木ってことは次は赤ーやね。
日向ぼっこ中にごめんね。太陽照ってないけど。全員水場にいるのもしや。あと一匹は向こう側。あ、ちょっと待って。パワフルな腕輪を手に入れた。てか全員別々の妖怪かと思ったら、なんか色違いの同じ妖怪って感じよね。どこだ？こっから。あっこか。え、どこだ、どこだ、どこだ。こっちか。この中。え？え？どこ？あ、え、なにこれ？上に登れるの？へぇー。あ、あそこに、あそこに最後の一匹がいるっぽい。え、開かないんすけど。え、開かないんすけど？え、これどうやって入るの？こっから調べれる？中から調べれるかな？あ、入れた。びっくり。一つ星コインのかけらを手に入れた。いたいた。実験動物妖怪発見。グー。マジか、そっちか。緑だった。ほらほら、こんなとこで寝ない。これで全部だね。破れかぶれ院長のとこに連れて行こう。何？どこを探してるだって？私が全部見つけたじゃねえか。どこどこ？とりあえずこの下ね。もしかしてあの部屋に戻ってるとか？そういうこと？探せよ。戻らずに探せよ。あ、ほら、なんかそっちの方向に続いてるっぽいじゃん。違う？あ、違うとこにおる。そこ手術室。探してないだろう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。